育たつは、日本の実業家。三井不動産代表取締役副社長、日本郵政代表執行役副社長、公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会、副会長等を務めた。1971年一橋大学法学部、卒業、三井不動産入社。1997年、開発事業本部都市開発事業部長。 1999年取締役経理部長2002年常務執行役員経理部長2003年常務取締役常務執行役員アセット本部長2005年専務取締役専務執行役員監査室長2006年専務取締役専務執行役員,年役行役員2007年代表取締役副社長2010年度役員報酬1億700万円等 2013年から、厚木新、小松俊秀と共に、日本郵政副社長になり、取締役兼代表執行役副社長として、日本郵政グループ上場を前に、新たな収益源として、不動産事業の開発を進めた。2016年三井不動産特別顧問。2018年同社顧問。このか公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会、副会長。 三井記念病院理事、三井生命取締役、三井不動産レジデンシャル監査役、三井ホーム監査役等も務めた。2003年、公益社団法人日本橋法人会本部功労、受け明ら。ありがとうございます。